Hello， 大家好，我是阿伦，今天继续玩《刀剑神域：无限瞬间》的。然后呢，上一集我们就玩到了那个通关之后，这边有一大堆东西要做。然后这一次呢，就一个一个做到好的先做。第一个跟阿森纳每天去82层的湖。好的，先去找阿森纳。OK， 找到阿森纳了。どうしたの？一起上路吧。どうかな？拜托你了。よろしく、キリト。然后接下来去82层。好，要休息先。现在是晚上。剧情呢？あ、すっごい眺め、綺麗な湖。あ、立て札があるよ。みそぎの湖。みそぎの湖？中间的好像在哪里听过。キリト君。该给我们叫的是戒指的物理提到对吗？是吗？是要去洗礼之屋。覚えてるならよろしい。じゃあ指輪をつけてみよっか。装備品扱いにしてっと。ん？何も起こらないみたい。キリト君も装備してるよね。当然、还有什么其他条件吗？あ、立て札に注意点が書いてあるよ。我看看。为接近身体则必须脱去衣物进入湖中，这么写的。衣服を脱いでって。キリト君。そうしないとクエストが進まないってこと？こっちすで。ねえ、これって下着も全解除しないといけないのかな、やっぱり。既然是 CD， 就应该是这个意思。絶対こっち見ないでよ。当然了。咱们不是都已经什么之类的，然后想法虽然有，但是要说出来的话就我完蛋了。今更とか思ってるでしょう。大体最近ずっと宿にいたから、キリト君とそういうことする機会もなかったし、それに急に裸になれなんて言われても心の準備が。我不会看的，所以你别担心。よし。そのまま視線は左側に固定。じゃあ湖に入るわよ。お、好的。お、戒指開始發光了。うん、私の指輪も。あ、透明だった指輪が薄い水色になった。辛苦了，看来已经推进了是剑的发展。啊！完蛋了，这次又不小心回头。还是呢？見ないでって言ったのに！对不起，对不起，是这推进成功太高兴了，不小心就。辛苦阿斯拉是不是发胖了？我只想玩一下积分。早く服を着たいんだから、後ろ向いててよもう。啊，说不好，不干了，不干了。气功下拉斯纳的裸体，因为他在害，所以才看呆了。所以我说出的话，果然还是会折磨他。得到贵重物品，疑似水色的。之前虽然是因为任务才压着那一个的，下次有机会的话，真的来这里放松放松。搞定回76层。那个现在去做第二个的。好，收到一个。先看一下。
好大的危机。好的。看一下第二个，白天去找西里卡道歉。哦，好的。西里卡，他现在在中央广场，就是这边报的。啊，看到西里卡，可是不能触发任务，要解除。どうしたの？それじゃあね。西里卡 ，Hello。有点病啊，要分辨避那喂食而已。这只龙可以养成的、哦，不用紧啊，吃点再弄。先过剧情先。西里卡さん。あの、この間はありがとうございました。ティナの成長アイテム探し、手伝ってもらって。不，那啥，倒反是我要向你道歉。なんで謝るんですか？但是要是能再快一点去救西里卡，要是你的房子就不会被融掉了。哇，思い出してるじゃないですか？对不起，事实是这样，作为赔礼，想买一件新的房子送给你。そんな、お詫びなんてとんでもないです。キリトさんは私を手伝ってくれたのに。それに、あそこでモンスターに捕まっちゃったのは完全に私のせいですし。真的后悔是不救的。那么这样吧，就算是我送给西里卡的一份礼物。Present？ 啊，跟佩里什么的没关系。是你因为担心我才特地跑来上城的。这么一想呢，这方面我还没特表示感谢呢。再说一次，来西里卡付出的努力都比别人多一倍，所以至少也有这方面的奖励才行。西里卡さん。怎么样？愿意接受？そこまで言ってくれるなら、そのキリトさんからのプレゼント受け取らせてもらいます。あの、すみません、ずいぶん連れ回しちゃって。没关系，偶尔像这样到各种店里，只看不买挺有意思。そうですか。私も実は楽しいです。そのデートみたいで。说起来，碧娜总是蹲在你肩膀上，所谓的死魔都会，全部都会蹲在主人的肩膀上。そんなことないですよ。中にはこんな大きいのもいますから、あんなのが乗ったら私潰れちゃいます。あ、这么一说。ピナって実は私が現実で飼ってる猫と同じ名前なんです。猫のピナも。私の肩に乗るのが好きだったから、こっちのピナが私の肩に乗ってくれた時は嬉しかったな。私、最初はとっても怖かったんです。そのアインクラッドの全部。でもピナに会えてからは、ここでどう生きていくかってことがやっと考えられるようになって。キリトさんに会ったあの時だけじゃなく、この子にはいっぱい助けてもらってて。这也很了不起了，ビナ。ビナがまあねって言ってます。还真是了不起样子。現実世界の方のビナもこんな感じなんです。もうそうだ。現実に戻ったら、ぜひ猫のビナを見に来てください。きっとキリトさんにも懐かと思います。我也好想见见小猫ビナ。我一定又一定要去ビナ看他。はい。OK， 西里卡的搞定。下一个荔枝，荔枝去他店。好了。ねえキリト、これから時間ある？就因为有时间，所以我才来的。それもそうだけど、もっと時間がかかるかも。何しろ、これからレラチオン鉱石を取りに行こうって言うんだから。レラチオン鉱石是那个任务的素材，也就是说你知道那个地方了。秘伝の書を隅々まで読み込んだら書いてあったの。80層のダンジョンで
1ヶ月に1回出るレアなボスモンスターからドロップされるみたい。他死成了一个 boss。 一緒に来てくれる？当然、毕竟我对这个星期也很感兴趣。说荔枝带那八十层的那个，等一下。然后第二个是白天独自去正在房间的石头说说话。OK， 回房间。啊，キリトさん！我还没回到房间就进去了。哎，西里卡。キリトさんもどこかお出かけですか？这个嘛，只是漫无目的的瞎逛而已。それじゃあ、それじゃあ、この後時間ありますか？ちょっと武器を選びたいんですけど、できれば意見を聞きたくて。武器啊，明白了，如果可以的话，我就帮你看一下。やった！你是去哪里好？じゃあ、あっちのお店で。そこのお方。あ、私のことですか？いいえ、そちらの黒い方のことです。そう、あなたです。あなたに災いが近づいています。占い師のプレイヤーさんのようですけど、もしかすると向こうの世界で本当に占い師だった方かもしれないですね。原来如此，就算会有这种人在，的确不奇怪。あなたにとって今日ほど不幸な日はないかもしれません。な、何かすごい言われようですよ。どうしましょう。是呢。しかし、不幸を避ける方法が一つだけ。你说的方法是？それは。所以西里卡也不用踢得这么近吧？だってしょうがないじゃないですか。こうしてないとキリトさんが不幸になっちゃうんですから。こんにちは。で、シリカ。あんた、何やってるのよ。これはしょうがないんです。全然仕方なくやってる顔じゃないみたいだけど。キリトさんが占い師さんに今日は不幸な日になるって言われたんですよ。しかも不幸を避ける方法はただ一つ、それは女の子とできるだけそばにいることって言われちゃって。なのでこうしてできるだけそばにいるようにしてるんです。こうやってペタッと。チリが。うん、なるほどね。それならさ、シリカだけよりもっと多くの女の子でくっついた方がいいんじゃない？おお、リズ、感謝しなさいよ。厄払いに協力してあげるわ。リズさん、くっつきすぎですよ。あんたがペタッとするんだって言ったんでしょうが。ただいま。おかえり。え、な、何やってんですか？なんかね、キリトが女の子と密着していないと不幸になるんだって。何それ、キリト君、いやらしい。不是啊，刚才不是我说了要这样做才对。占い師さんに言われたの。こうしないと災いが起こるって。结果西里卡比我还更在意占卜的结果。占いを侮ってはダメです。キリトさんに何かが起きてからじゃ遅いんですよ。好吧。そういうことか。それじゃあ、私も力になるよ。ほら、定員オーバーよ。私とシリカの二人でもう十分でしょ。備えあればです。キリト君が不幸になったら困るじゃないですか。
言い回しを消えなかっぽら。もう言わなくても分かってるよ。ちょっとあんた自分から押し付けてるの？押し付けてるとか言わないでください。キリト君とくっつこうと思ったら仕方ないんだもん。胸がそのそんなにないからこそ密着できるってことはありますよね。ほらこうやって腕を絡めれば。好的，这里把关节啊，你都用上关节字。キリト。是的。お店を間違えたみたいね。没听说，试着先听我解释，听完用一把。一応聞いてあげる。他不是曾对我说，如果这不这样做，以异性接触的话，就会遭厄运。それってもしかして、消極をうるついてる占い師？キリトさんを占ったあの占い師さんの目は冗談を言っている目ではなかったです。确实中被从头到尾说了一大堆会遭不幸的预言。だからこうやってキリトさんから不幸を遠ざけているんです。安心してくださいキリトさん、私が責任を持ってキリトさんを守りますから。じゃあ私も。あ、私もです。あ、先生、你们。あの占い師、イカ様よ。イカ様？適当な占いをして、まぐれで当たった相手に幸運グッズを押し付けるんだって。そんな！それよりもキリト、よければ私があんたを占ってあげましょうか。是能为我占卜，你真的会把占卜什么的？任せて。もうすぐキリトに災いが降りかかる。え？あ、シノノ、キリト君見なかった？あ、やば。キリトならそこの女子の塊の中にいるわよ。女子の塊？そんな。キリト君？何やってるの？这个如果要解释现在做什么的话。あ、いけない！お店に戻らないと。キリト、アスナ、またね。そう、私も買い物に行くところだったんだ。それじゃあまた。我会吃什么？说句话再走。キリト君，なーにしてたのかな？是的，大小姐，听我解释。じっくり話を聞かせてもらいましょうか。是。ほらね、不幸になったでしょ。从今我的财神一世都一个人担保了。那是邮件，立志背矿石入手旅行 ，OK， 随意点带你去。先回房间的剧情，找石龙。石龙在吗？我先做一些关于设计技能方面的尝试。キリト。ちょうどいいわ。私も話を聞きたいところだったの。武器を使える場所がいいわよね。外に出ましょうか。因内入子命中不正技能是距离远修正效果也好。因为战斗前是在近距离进行的话，还真没注意到是这种设定。あと相手から未発見の状態で射撃すると命中にもダメージにもかなりのボーナスがあるみたい。这么一来，从远距离进行隐秘射击就成了最有效的攻击手段。运气好的话，一击就能搞定，即使没能打到，在敌人接近之前也能再给他第二发第三发。不
果设计技能是和我们完全不同的战斗方式，唯独只有四农像是在玩别的游戏。でもこのスキルは私に合っている気がする。最初は不安だったけど。这么说起来，最开始使用本剑与手的隔阂感一定一直没有消失。莫非从一开始四农就更适合远程武器，所以设计技能才出现在习得列表中？ここでいくら考えても机上の空論ね。実用レベルで使えるかはフィールドに出て試してみないと。说的也是，确实得进行试射才行，哪里有的比较好的地方？对了，在这次76层的草原中，刚好有种强度适中的对手。只要达比斯的攻击真的打倒的话，那么就应该可以认为已拥有能够作为攻略组一员的战斗力了。了解，やってみるわ。行きましょう。試し撃ち、この辺りがいいんじゃない？見晴らしが良くて狙いやすそうだけど。あ、確かに、这一带也没什么难应付的妖怪。啊，接下来找个适合的猎物，陈教官应该把望远镜带来就好。对了，爬上树的话也是能看到远处。士多，你又在那等我一下。哎，行，哎，这次多久没爬过树了？接下来，哦，这前方有一个适合的目标。私でも倒せそうなの。啊，那种怪物应该刚刚好，也没什么危险，也没有什么危险的特殊能力，距离也算适合。反正机会难得，就把那家伙当成晚饭的猎物。夕食って食べるの？从他身上说出来的肉，听说味道相当不错，更何况我们还有料理技能，完全值得打死呢。嗯，じゃあキリト、そこ少し詰めて。等等，四栋你要上树吗？高いところの方が狙いやすいし、飛距離も稼げるでしょ。但是这个地方挤两个人稍微有点。射撃ポイントとしてはこの枝が最適みたいね。ここから狙うわ。ターゲット捕捉。おい、スノ。もぞもぞ動かないで。照準がブレる。抱歉、但是スノ。あと喋らないで、気が散る。要找四农的头发在我鼻子间，但是这个节骨眼上我也不能动，连鼻子痒痒的都玩的愁眉的，再展现出了我的 S O。啊，不行了，我撑不住了，阿啾！痛痛痛！四农，你没事吧？别进水啊！大丈夫なわけ。どこ見ながら心配してんのよ。是屁股。キリト。我说四郎大小姐，你为什么要举头对着我呢？抱歉。あんた触ったわね。并没有完全摸到，不是，只是偶然，太危险了。暂停，真的要射中了就麻烦了。どうもよ。所以说，在之前的一段时间里，我向四农反复解释这不能攻击玩家的理由，当然还是在不断躲避这四农的攻击下。まったく、そういう肝心なことは早く言って。我说了。しかも、これゲームなのよね。服も濡れて透けるとか、なんでそんなところまでリアルなのよ。那是因为制作者自己的原则。とんでもない目にあったわ。服が乾くまで、あんたは私の前にいて振り向かないこと。あんたが初めての実戦相手とはね。直接抱歉。都是因为我在去教官的时期打了一个喷嚏的缘故。謝らなくてもいいわよ。いい訓練になったから。まあ、すばしっこいあんたで練習したから、その後のスキルの検証をはかどってよかったわ。
今度は変なことしないでよね。ああ、だから。独自一人和杰一说话。好的。ゆいちゃん、ただいま。パパ、ママ、お帰りなさいです。今回も無事に帰ってきてくれて本当に良かったです。だいぶお疲れみたいですね。今日はこのままここで休みますか？あ、是怎么打算的？わかりました。ゆっくり休んでください。もうヘトヘトだよ。毕竟是圣诞上层的区域，就算只是寻常的野外，也没有轻松的战斗。キリト君，ねえ、ちょっとこっち来てみて。哦，怎么了，圣诞？哟。哦，胸部柔软的抖动。キリト君赤くなっちゃってる。ねえ、今日は。キリト君に甘えさせてほしいな。アスナ。ね、キリト君。あ、もしかしてこれから子供を作るんですか？え？ゆいちゃん、いたの？お疲れのようだったので、温かいお茶を持ってきました。よく眠れるかと思って。パパ、ママ、子供を作るところだったんですか？等一下，什么就是来的？你突然在说什么？だってパパとママキスしそうな感じでした。キスで子供ができるってこの間ママが言ってたじゃないですか。ああ、そうね。ああ、でも SAO の中じゃ子供は作れないんですよね。对呀，杰伊，所以说我们这并不是要生孩子才。なるほど、わかりました。つまり予行練習ってことですね。無事現実世界に戻ったらいつでも子供が作れるように。ちょっとゆいちゃん、そんな大声で子供を作る言わないで。现在自己的旅店还有别人吗？只能祈祷别被扫被小子听到。我说阿斯娜，像这样让杰伊一直误会下去，以后可能出大事。比如说，你试想一下正在大街上接吻的情侣被杰伊看到的场面。確かにその通りかも。え？誤解ってどういうことなんですか？ゆいちゃん、ごめんね。実はキスで子供を作るって話、あれ間違ってるの。そうだったんですか？ママ、どうしてそんなことを。でも、嘘というわけじゃないんだよ。キスも、その、子作りに含まれているというか、なんというか。その、はっきり言うと、説明するのが恥ずかしいことだからです。子供作りが恥ずかしいこと、なんですか？でも、生物的には、種をつなぐ上で、とても大事なことだと思いますけど。从那种意义上的确是非常重要的事，这么说起来没错，但是和那个和会为难情是完全不同的两码事。人间って難しいんですね。それで結局のところ、子供ってどうすれば作れるのか教えてくれないんですか？あ、そんな状況にいる。キリト君ずるい。なんていうか。そうだ、ゆいちゃんにはまだ早い。だから知らなくていいの。对啊，就是讲这个，我是小孩子，不知道也无法的事情。子供だと教えてもらえないんですか？因为小孩子要生小孩子，然后是存在很多问题的。社会的，あるいは責任能力的な問題ですか？なるほど、それなら理解できます。それに、ゆいはまだパパとママの子供でいたいから。
聞かないでおきますね。うんうん、それがいいよ。这样一来就可以认为杰伊已经算是对这个问题的答案感到满足了。好，结果我这比在和 BOSS 怪物战斗节的时候处于劣势时候还紧张。OK， 搞定。奇怪，这么晚的房间还有一个感应到。パパ、あれ、クラインさんは何をしてるですか？え？うん。那眼神一反常態的認真在看什麼？クライン？どう、キリコ？見てみろよ、あの子の胸。でっかくてポヨンポヨンで、くー、たまんねえな。なんだよその顔は。いいじゃねえかちょっとくらい。無慈悲で厳しいハラスメントコード様もこうやって眺めてるだけならお咎めなしだぜ。我说你这叫。ん？クラインさんは女性の胸部が好きなんですか？あ、男ならみんなそうさ。なキリト。男なら、ということは、パパもですか？你是很聪明的人，是？我说你这家伙，别交接一奇怪的事情。ただいま。是那你回来？妈妈，お帰りなさい。ただいま、ゆいちゃん。お留守番ありがとうね。ただいま、キリト君。ごめんね、遅くなっちゃって。キリカがアクセサリー屋のショーウィンドウに張り付いて離れなかったのよ。もう、そういうリズさんだって、アジアさんではしゃぎ回ってたじゃないですか。あれは、しょうがないじゃない。この世界で美味しいお菓子なんてめったにないんだから。それに、SAO の中なら、いくら食べても太らないしね。そうそう、思う存分食べ放題。違う、人を食い意地が張ってるみたいに言わないでよね。と、ずっとこんな調子でショッピング。うん、次は開始になっちゃう。パパ、パパ。どんぐらい？パパは、この中で誰の胸部が一番好きですか？え？え？胸部？それって胸のことよね。我也介意把那个话题。その話ってキリト君？キリト君？私がいない間にユイちゃんに何を教えてたの？不是我，真是一个可怜的，居然被一个。クラインさんなら、今さっき走って出て行きました。那个家伙。大体話は見えたわ。どうせクラインが、男はみんな胸が好きとか、そんな話をしてたんでしょ？完全说对了，好厉害，李子。すごく言いそうだもの。しょうがないやつね、まったく。それで、パパは誰のが一番好きなのでしょう？所以都说可能一直沉睡的下线。说什么男人都。いいじゃない。答えてあげなさいよ。え？誰を選んでも恨んだりしないから。这不是怨不怨的问题，我说是侬，你是拿我心开心。別にそんなことないわよ。パパ、迷っているのでしょうか？不是な選択、是在困扰わけ。私は、クラインさんやパパが、なぜ胸部に興味を惹かれるのか、そして、どんな胸部が好みなのか、理解したいんです。
你的篮球程序为什么我们要距离这些方面？妈妈，ちょっと失礼しますね。ちょっとゆいちゃん、どこ触って？とってもプニプニです。ちょっとゆいちゃん。有担心。キリト君想像しない。不解，没想象过，没想象过。次はリズベットさんです。什么原来如此？キリト！没有想，真没有想。まだ情報が足りません。お騒がせしました。研究のご協力感謝します。我说你这样。でも、胸部にもいろいろあるんですね。パパ、私はですね、リーファさんがおすすめです。那是，就说你这样的意思。どうですか？今までの私のレポートから誰が一番か決まりましたか？所以都说第一什么的。もうここまで来たら誰が一番か言っちゃいなさいよ。あ？やっぱりパパはママのが一番ですか？まあ普通はそうなるわよね。もうやめてよリズ。怎么办？要回答上司的，可是要真的是回答的话，恐怕他们以后一直都会拿这个话题来取笑我。这种情况不如如何，只能想办法那个蒙过去。我觉得建议最好的。只是想蒙过去，怎么感觉反而更麻烦？なるほど、柔らかい方がいいと思ったんですが、違うんですね。那个其实并不是那个意思。それでは、エギルさんのはどうですか？胸板カチンカチンですよ。啊，对了，IG的那一个。キリト。这不是不行吗？あんたも大変ね。快帮我一下子吧。黙って明日なって言っておけばよかったのに。胸部は奥が深いです。就莫名其妙要讨论这奇怪的话题吗？好吧，就去看看。看一下是邮件，石农，枯竭表示感谢。好的，然后。
娃应该就是那个结衣的。欢迎结尾，我明白了。好的，去前面看看一下。好像也没有什么其他那个剧情了，除了那个腰带你自己把持成的之外。好的，先接任务。哟，梦幻宝石，82层气光即时接受任务，要5个。哥布林收藏家的呐喊，从82层哥布林身上收集生锈的支箭4个。好的，没有了。Kirito，哎，好吧，今天的实况就到这边为止，谢谢大家，拜拜。